皆さんこんにちは。本日は夏休み科学 VTuber 相談室ということで、サイエンスライターのサイエリーが天文学に関する質問に答えていくよ。聞き役は井戸葉奈美さんにお願いしているよ。よろしくね。はい、いろんなことに興味津々、フラスコから誕生したホムンクルス、井戸葉奈美です。ホムンクルスがいる。どうやって生まれたか気になりすぎて、本当なら何さんを研究してみたいところだけど、まあそれは別の機会にするとして、早速質問の方に参りましょう。本日の質問はこちらです。何さん頼んだよ。はい、宇宙はどのように誕生したのですか？最新の学説についていけません。インフレーション理論についても読みましたが、小学生にも説明したいので分かりやすく教えてくださいということなんですが、何事にもお誕生ってありますもんね。でも確かに誰も見たことがないですよね。どうやって考えられてるんでしょう。リリさん教えてください。何かしら誕生したものという意味では、ホムンクルスの何さんを招くにはぴったりの質問だよね。何さんだけに。でもある意味では私たちも宇宙というフラスコの中にいるホムンクルスだから、割と大事なところだよ。では解説していくよ。宇宙がどのように誕生したか、これはあらゆるものが宇宙の一部分であることを考えれば、めっちゃ根源的で重要な疑問だよね。これはずっと昔から繰り返されてきた疑問で、今の科学的な宇宙の議論もある意味ではその延長にあると考えてもいいかもね。確かに、神様が宇宙を作ったとか、宇宙はたくさんあって破壊と再生を繰り返すとか、そもそも始まりも終わりもないとか、いろんな考えがありますね。もちろん誰もタイムマシンで宇宙誕生の現場を見たわけでも、 DIY で宇宙を作ってみたわけじゃないので、今誰に聞いてもこの疑問に正確な答えを出せるわけではないよ。それに実はもっと根本的に、なぜ宇宙は始まりがあるのかという点自体にも疑問が突きつけられているよ。え、そうなんですか？宇宙誕生という疑問はあらゆるものを内包しているゆえに、根本的な疑問として Why is there something rather than nothing? なぜ何もないのではなく何かがあるのかという疑問が昔から問われてきたよ。宇宙の誕生に言い換えれば、なぜ何もないままではおらず、宇宙という何かが誕生したのかということになるね。なるほど、言われてみればそうですし、でもやっぱり難しいですね。そうなんだよね。この話まで及ぶと物理学を大きく離れて脱線もすごいので、今回はどのような形にしろ私たちが暮らす宇宙が今現在存在するという結論に持っていける話を紹介するね。了解しました。今のところこれが正しいと思うと、現在の天文学が考える誕生の宇宙は、すごく簡単に言えばガチャで SSR が出たと同じだと言い換えられるよ。え、ガチャに置き換えちゃうの？というかどういうことですか？これは順番を追って説明していくね。まず宇宙には始まりがあるという問題を解決するのが極めて難しいからなんだよね。今の宇宙は直径1000億光年とも言われる巨大さであり、しかも今でも膨らみ続けているというのが観測によって証明されているよ。ただでさえ大きいのにさらに大きくなっていくんですね。ただこれは逆に時間を巻き戻せばどんどん縮んでいるということだよね。そして縮み続ければどうなるか、最後にはというか最初は一手に潰れてますね。そう、この宇宙が一点だった瞬間は今から138億年前であると言われているよ。この一点の状態がどのような状態になっているのかはよく分かっておらず、現在の科学では解き明かすことは不可能だよ。しかしどうであれ、今の宇宙がある以上、宇宙は138億年前に一点から誕生したのだろうと言われるわけ。なるほどです。でもそうするとこの一点の赤ちゃん宇宙はどこで生まれたんですか？私ならフラスコの中なわけですが。フ
ラスコのような考えとして別の宇宙という入れ物を考えることはできるよ。ただその場合、その別の宇宙はどこから生まれたのという無限ループになっちゃうよね。ホムンクルスを作った人間は誰が作ったのかみたいな話ですね。このため現在では宇宙は時間も空間もない無から生まれたと言われているよ。ちょっと想像できないです。無というのは文字通り何もないので正確に想像することは誰にもできないと思うよ。ただそうなってくると何もないところから宇宙という有の存在が生じるのは矛盾してるとも思えるよね。確かに何もないから無なのにおかしいですね。この矛盾を解決するには原子やそれ以下の世界を記述する物理学の基本柱、量子力学の目線で世界を見る必要があるよ。シュレリンガーの猫とか出てくるあれですか？あれですよ。例えばリンゴが器の中にあり何もしなければ動かないという状況は私たちにとっては当たり前のように思えるよね。ところが量子力学で言えば確率的にリンゴが器の中に居続ける可能性が最も高いからそこにあり続けるという見方になるよ。いつもガチャで決まってるんですか？量子力学で言えば物体の位置とか動きとかとにかくあらゆるパラメーターが固定された一つの値を永久に取り続けることはないので常に確率で決まっていることが証明されているんだよ。どうして確率で決まっているのかというのは極めて難しい問題なので答えするけど、要するに宇宙は常にガチャを引き続けているのと同じだと言えるんだよ。なんだかめちゃくちゃなガチャを引いてるんですね。もちろんガチャにはノーマルも SSR もあるように最も引きやすいノーマルを引く確率が圧倒的に高いよ。なのでノーマル以外のレアリティが出てくるのは基本的に原子よりも小さな世界の話で、リンゴぐらいの巨大な物体は実質的にノーマルしか引かない、つまり少しも動かないことになるよ。なるほど、リンゴは勝手に移動しないのはノーマルしか引かないからですね。さてここで重要なのは固定された一つの値を永久に取り続けることはないという点。時間も空間も存在しない無であっても無イコールゼロという一つの値を永久に取り続けることは絶対にないので、ゼロでない値が現れることになるよ。もちろん大半はノーマルなのでさざ波にも満たない小さな値だけど、たまに SSR を引いて十分なエネルギーが詰まった一点の塊、つまり宇宙が生まれることになるよ。やったー、 SSR 確率に勝った。もちろんこのガチャ SSR なんて生優しい表現じゃ済まないけど、でも回数は無限に引けるから出るまで回せば実質確定というのが文字通り当てはまるんだよね。スラングがスラングじゃなくなってる。さてこの無から宇宙が誕生したという説は多くの科学者が大なり小なり正しいと考えているよ。だけどこれを証明する手段がないことに加えて、現代の科学理論は宇宙の誕生やその後の進化を正確に描くことはできておらず、まだまだ謎はたくさんあるよ。これだけでは問題解決にならないというわけですか。そしてこの考え方自体に疑問を持つ人も中にはいるよ。例えば誕生の瞬間の一点だった頃の宇宙を正確に描写できる科学理論は今のところ存在しないし、一点だった宇宙がどのように大きく成長したのかというのも正確に分かっていないよ。このため今説明したものよりはあまり支持はされていないけど、それでも宇宙誕生に関する違う説もあるよ。軽くだけどこれもいくつかの代表的なものを説明してみるね。宇宙の誕生に関する議論をしているときに一番問題となるのは何かといえば、それはある瞬間に宇宙が誕生したって部分が大きな問題になるんだよね。なんでかって言えば、た
誕生したばかりの宇宙というのがものすごく扱いにくいものだからなんだよね。ならいっそ宇宙に始まりがなければこの問題は解決するんじゃないですか。確かに一定数の科学者は今でもそう考えてるよ。ただそうなると少なくとも宇宙が一点から膨張しているように見える音を説明する必要があるよ。というわけでその矛盾を解決するために生まれたのがサイクリック宇宙論だよ。サイクリック、繰り返してるってことですか。そういうこと。サイクリック宇宙論での宇宙は繰り返しているよ。何を。宇宙自身が。宇宙自身が。サイクリック宇宙論では宇宙は無限の過去の間存在していたけど、それはずっと安定ではなく一旦膨張した後に収縮し一点に消え込まった後に再び膨張するというサイクルを永遠に繰り返していたということになるよ。つまり私たちが宇宙の誕生だと認識しているのは単に前の宇宙が収縮した後に反転し始めた瞬間だということになるよ。なるほど。サイクルの前は見えないからそこが始まりに見えるってことですね。そうすれば私たちが暮らしている宇宙には始まりがあるけど前の宇宙も含めた全体の始まりの問題は永遠に回避されることになるよ。ならこれでいいじゃないですか。いや実はいくつもの問題があるんだよね。例えば星々が満ち溢れている宇宙を作るには前の宇宙は今の宇宙より短い時間で膨張と収縮をしなければならないということが物理学的に証明されているよ。すると前の前の宇宙はさらに短い時間で膨張と収縮をという具合にサイクルを前へをたどるごとに時間が短くなりしまいには無限に短くなってしまうから結局のところ始まりの問題が避けられなくなってしまうよ。永久の宇宙を作ろうとしたのに結局始まりができてしまうというわけですね。必要。これは前のサイクルの宇宙の一部分だけが膨張したと考えれば解決するよ。ただし宇宙の一部にしても全体にしても一度縮んだ宇宙が再び膨らむというのがどうして起こるのかというのがよく分かっていないという別の問題は未解決だよ。他の解決法もあるにはあるけどますます余計にわからない方法での会議方法になるよ。え、じゃあサイクリック宇宙論の最も肝心な部分が説明できてないじゃないですか。まさしく。しかも今の宇宙は加速膨張という縮まるどころか膨らむのが加速している状態なのがわかっているよ。過去に無限のサイクルを繰り返してきてたまたま今回のサイクルが最後でありそしてたまたま私たちがその場にいるというのはちょっと確率的に低すぎて都合が良すぎないという考えもあるにはあるんだよね。確かに。めっちゃ引いた。これが最後の1回と引いて今まで引けなかった SSR を引くというのはなかなかなさそうですもんね。ところで漠然と私たちはこの宇宙にいて宇宙はどうやって誕生したんだろうと疑問を出しているわけだけどこれって実はかなりむずい問題なんだよね。というのはこういう疑問を抱く知的生命体が誕生する確率はものすごく低いことが分かっているからなんだよ。そうなんですか。誕生された側としてはちょっと想像つかないですが。知的生命体がどのように誕生するのかという疑問もまた難しいんだけどそれ以前の問題として生命活動に欠かせない化学反応惑星や恒星をまとめ上げる重力そしてもっと根源的には時間や空間の次元の数といった様々なパラメーターが適切に揃わないと私たちは誕生しないということが分かっているんだよね。この数値についてどうしてこの値になったのかというのは分かっていなくてむしろガチャで引いた結果で決まると考えられているよ。ということは宇宙誕生の時点でものすごい SSR なのにさらに複数のガチャをクリアしなきゃ私たちが存在するのに都合の良い宇宙は生まれないということになってしまうよ。ここでもガチャの重ねがけなんですか。
確かにそう何度も SSR は弾けないですよね。この数値面が決まるのは現在ではインフレーションと呼ばれる誕生直後の宇宙に起きた急激な膨張が終わったタイミングであると考えられているよ。インフレーションの詳しい説明は今回は割愛するけど、今見えている宇宙の姿を作るにはキャラのガチャで SSR を引き、武器のガチャで SSR を引き、金ガチャで SSR を引きを繰り返すよりはキャラガチャ以外不要で始められるって考えた方が自然だよね。確かにガチャを減らして必要なレアリティを下げればそれだけ揃いやすくなりますよね。ただ数値面の決定と同じくインフレーションもどうしてこのタイミングで止まったのかというのは明らかになってないよ。ということでむしろ宇宙全体はインフレーションしているのが普通であって、いつ止まるのかもやはりガチャで決定したんじゃないって考えが永久インフレーションなんだよね。この場合大半の宇宙はインフレーションをし続けるし、ごく一部はガチャの結果として停止するもののタイミングや数値の引きが悪くて知的生命体を生まれないんだよね。ただこれも無限にガチャをし続けるので SSR を引いたのが今の宇宙ということになるね。無限にリセマラをすれば1個くらいはいいのが出るって感じですね。ただ永久インフレーションと宇宙の誕生は本当は切り離されている問題なので、厳密には宇宙の誕生問題を回避したとは言えないよ。永久だけに過去に遡って無限にインフレーションがあった、つまり始まりを回避できるんじゃないかという考えもあるにはあるよ。でも永久インフレーションを主張する科学者の間でも永久インフレーションに始まりがないと考えると理論的におかしいということで、始まりがあったと考える人の方が多いよ。じゃあせっかく始まり問題を回避できたと思ったら違うんですね。というわけで永久インフレーションは宇宙の誕生に関する別の回というよりは宇宙が都合よくできていることの説明といった方が正確かもしれないね。今紹介したサイクリック宇宙論や永久インフレーション以外にも宇宙の始まりを回避したり宇宙の始まり方に別の解釈をしている理論は無数にあるよ。でも結局のところ大なり小なり宇宙を生み出すか永久に存在することについてうまく説明できてない部分があるよ。うまくいかないからこそこんな風にいろんな理論ができちゃってるってわけですね。これならば一層宇宙というのは誕生しておらずそもそも存在しないんじゃないという考えもあるよ。え、宇宙自体を捨てちゃうんですか？めっちゃ大胆よね。これには水槽の脳とかシミュレーション仮説のような私たちが認識している世界は何らかの方法で生み出された仮想現実なんじゃないかという哲学的な考え方が昔からあったよ。ただ仮想現実を作るには現実に存在する何かしらの機械が必要だし、じゃあその機械が設置されている宇宙はどこにあるのかという点で問題の先送りでしかないよね。バーチャル世界もリアル世界のみんなが見てくれないと存在しないことになっちゃいますもんね。とはいえ認識している世界が仮想現実だという考え自体は割といい線いってる気もすると考える人もいるよ。ということで似たような考えに物理学者のルードヴィヒ・ボルツマンが提唱したボルツマン脳という考え方があるよ。脳？宇宙とか天文学とかでは出てきそうもない単語ですね。確かに。でも今までの宇宙のあれこれの説明に比べたらあんまり難しくないよ。つまり宇宙が無からガチャで生まれるんだったら無から一個の脳が生成されることもガチャの結果としてあり得るって考え方だよ。なるほど、宇宙がありなら脳もありってことですね。しかも宇宙一個を生み出すことに比べたらそれよりはるかに小さくて複雑さも小さい一個の脳を生み出す方がもっと確率的に高いからね。確かに。無から生まれたボルツマン脳は
残念ながら立ちどころに消滅してしまう運命にあるけど、一瞬でも存在できるという点が重要だよ。私たちが理解する限り、脳が記憶や思考をしているのは根本的には現地の配置によって成り立っているというところだよね。魂とか意識とかそういうのをひとまず置いておくとということですね。うん、確かにそう思います。ということは、地球という星でそれなりの人生を送ってきて、今まさに宇宙に対する考えを巡らせているという認識と記憶を持つような現地配置を持つボルツマン脳が無から生まれるという可能性もゼロじゃないよ。宇宙がありなら脳もあり、という理屈ならそうなりますね。結局のところ、都合の良い結果が得られるまで無限にガチャをするのは、宇宙の誕生でもボルツマン脳の生成でも変わらない問題なので、あとはどっちが確率が高いのかという問題になるよ。結局これも狙いのキャラを引くまで回し続けるってことですね。今のところそのような形式のボルツマン脳が生成されるまでの平均時間は10の10の50乗上であると考えられているよ。またまた途方もない時間に思えるけど、宇宙そのものが作られるまでの時間が10の10の10の56乗上乗であることを考えれば、実はよっぽどレア度が下がってくるよ。数字が大きすぎてレア度が下がってることが実感できない。日常ではもちろん天文学ですら滅多に出ない数字だからね。でも10回に1回の確率で出るキャラと10の10乗回イコール100億回に1回の確率で出るキャラを比較しているようなものと考えれば、どっちが出やすいのかわかるよね。それに太陽の表面でネズミが1週間生き残る偶然が起こる平均時間は10の10の40に乗上と計算されているから、同程度の時間スケールで出現するボルツマン脳についても一瞬で消滅せずに、それなりの時間だけ生き残り思考するやつがいてもおかしくないよ。ということで、実は宇宙というのは誕生しておらず、一人でに生まれた脳が過去の記憶に基づいてそう思い込んでいるだけなのかもしれないよ。プラスこなしで私がポッと生まれて思い込んでいるだけかもしれないですね。本日は夏休み科学 VTuber 相談室で、宇宙はどのように誕生したのですかについてお話しさせていただきました。今回の企画は、私たちの他にも様々な学術系の VTuber さんが皆さんの身近な質問に答える動画を上げておりますので、そちらもぜひお楽しみに。私たちの YouTube チャンネルや Twitter のリンクは概要欄にありますので、チャンネル登録や Twitter のフォローなどよろしくお願いいたします。それでは、私サイエリリと糸葉なにでした。またねー。